おはようございます。ファンクです。この間ね、秋葉原のね UDX の3階にあるひさごでねメガ盛り大名天丼食べたんだけど、そのねあとねすぐ下にあるアメリカンダイナーバー&グリルっていうところでねすごいものをね食べてきました。そのメニューはアメリカンメガバーガー、値段ちょっと高くてね、3980円、それにねウーロン茶200円をね頼みました。いやあのね、この年になるとねウーロン茶外せねえ、ウーロン茶はどうしてもね命をねつなぐね生命の泉ですよ、これを外したらねもう次の日大変、顔がねパンパンですよ。筋肉マンでいうところのねウルフマン対キューブマンになっちゃうよ。もう張り手されてね顔がパンパンに腫れたねキューブマンみたいにね、さなんだっけルービックキューブ張り手だっけ懐かしいね、あんな感じにねパンパンに腫れちゃいますよ。それでね最近ね大盛りばっかり行ってますのでねちょっとね昔からのね見てくれてる方が違うものも見たいってねお叱りをね受けました。分かってますよ、ちょっとね食べたいね年頃だったのこの数日間、だからねなんとかねいっぱいね超えてきましたけど、分かりました。ちゃんと違うところも紹介しますから待って、怒らないで。ねこの間ねちょっとツイッターでねいろいろね、マハラジャとかね、ジュリアナの話してたらね、フォロワーになってくれたね、マハラジャの人がいたのよ。で、え、あそこ潰れたんじゃないのってね、思ったらね、昨日それだったんだけど、やってんだね、復活したらしいよ、マハラジャ。へぇ、嘘ってびっくりしたんだけど、そしたらね、不思議なことにね、偶然なんだけど、たまたまね、サブウェイのこと話してたらね、サブウェイの人からもね、フォローしてもらって、へぇ、サブウェイって、こんな、ゴミためみたいな、東京市民クラブのつぶやきに、いろいろコメントしてくれるんだってびっくりしちゃった。サブウェイね、さらに好きになってしまった。昔に比べて今サブウェイさ、野菜いっぱい持ってくれるでしょ。だからね、サブウェイ好き。11月のさ、29日に、いい肉の日じゃん。あの日ね、サブウェイでね、ムキムキのマッチョがね、店頭に立ってね、表参道店ね、でね、いろいろ接客してくれたらしいんだけど、たまたまオープン記念かなんかでそれをやってたらしいのね。でね、ゲストにね、小島よしおも来てたらしいのよ。でね、ファンクね、ちょっと仕事でね、行けなかったのね。だから行きたかったなってね、つぶやいたらね、ありがとうございます。そういう声がね、あるだけでもとても嬉しいですみたいなね、コメント返してくれたのよ。びっくりしたって感じだったんだけど、ね、もし LINE あったらね、行きたいですって言ったらね、じゃそういう声があったことをね、届けときますみたいな会話があったのね。さすがね、サブウェイ様様ですよ。もしね、来年やったらね、ぜひね、訪れてみたいと思います。よろしくお願いします。それではね、ちょっとね、バテバテだったね、オフ会の告知をね、またね、ちゃんとしたいと思います。明日のね、11時に、有明の駅で、集合します。そこからね、ちょっとそのエリアに行こうと思ってますので、よろしくお願いいたします。23日、明日のね、11時です。有明駅。そこでね、みんなで合流しましょう。よろしくお願いいたします。それではね、今日はここまで。じゃあねー。それとね、東京シークラブがね、ちょっと変わると言ったので、来週からね、その詳細と、あとね、みんなのね、意見を聞きながらね、どう変わっていくかっていうのをね、話していきたいと思います。それではよろしくお願いします。